会で揚げ物を買います。はい、それためにレッツラゴーです。レッツラゴーですか。はい、近い近い近い、買いに行くじゃん。これはお風呂で聞ける。本当？リミが欲しいスピーカーはどんなやつなの？こっち。これ1980円です。うん。こういうやつがいいの？耳を塞がないやつがいいんだ。うん。なんで値段の違うの？間違いない。色があるんだね。あ、なんか違うね。これブルー、あ、みんなブルーです。こっちボタン。メーカーが違うだけかな、うん、あ、これは赤色、なんかあんま変わんない気がする。これも赤だな。本当？これも赤？あ、赤じゃないな。あ、これあれだ、 SD カードを入れるとずっと好きな曲だけかけれる。うーん、これはスマホに入ってる音楽ではかけれる。リミ SD カード使わないから、うん、その違いだ。うん、これと赤でしょ。うん、じゃあこれが黒さん、黒、これ黒、これブラック、黒、これにする。早っ、即決ですね。欲しかったの。で、今日はここの箱に入ってるおこじかい。おこじかいあんの？だから珍しく来たのね。そう。すごい、もうこの入れ物のままじゃん。これお誕生日にね、じいじばあばがくれたお金。まだお誕生日おめでとうって書いてあるじゃん。ちょっと聞こえない。お、5000円持ってきたんですね。ニミちゃんの誕生日、チージバーバにもらったお小遣いを使う日が、これ買うの。思ったより安かった。うん、980円。よかったね。安い、980円だよ。1000円でもよかった。5000円も持ってきたのにね。じゃあ買いましょう。はい。